2回の方さあどうだ、いいボール返ってきた、いいボールが出た、これは楽勝でアウト。うわプロ野球ですねこれが。いや谷繁もよく打ちましたが、すごいな、まあ、ちょっと前にいたとは言いながら糸井、いやもう絶対前進守備ですからね。そうですよね、もうそれを捉えた谷繁選手もすごいですけど、はい、すごいですけどね、それを刺した糸井選手のその、はい、これね、よくレーザービームって言いますけど、はいはい、僕はね、もう彼の投球、うん、送球はもうスナイパーとしか言わないですよ。なるほどね。